2022年明けましておめでとうございます。ということで、はい、今年もドラマ見ながら、はい、それぞれのクールの最後にくっちゃべっていきたいと思ってるんだけど、はい、まず新年はドラマのね、はい、劇場版っていうのがやっぱり花盛りというか、今はね 99.9、はい、刑事専門弁護士ザムービーが公開中、はい、松潤、うん、ね、うん、それから、香川照之、はい、で、新米弁護士で杉咲花ちゃんも登場ということで、はい、うん、で今までのエイクラ奈々ちゃんとかね、はいはい、いろいろなキャストも総出演ということで、はい、うん、うん、まあ話題にはなってるんだけど、はい、それから、同じく1月14日公開では、はい、あのコンフィデンスマン JP 映画編第3弾、はい、英雄編っていうの、はい、ね、こちらも長澤まさみ主演で、うんうんうん、息の長いシリーズに、はい、なってきて、うん、もう毎回これは海外ロケが、ね、はい、盛大に開かれてるわけなんだけど、はい、まあ、コロナ禍ということで、はい、その撮影が後ろにずれてきたりっていうのはしてるそうなんだけど、それから、4月29日には、はいはいはい、ラジエーションハウスの劇場版もあるということで、うんうんうん、まあ各局ともね、はい、こうやって映画でね稼いでいかないと、うん、いわゆるコンテンツビジネスの柱にしなきゃいけないっていうご時世もあるんで、はい、で同じくフジテレビではあの6月17日公開予定で、うん、月9でやってたシャーロック、はい、ディーン・フジオカと岩田貴則の、はいはいはい、あれがバスカビル家の犬シャーロック劇場版として登場、はい、ちょっと前の話ですよね。そう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 、はい、ただまああのシャーロックシリーズっていうのはもう原作がしっかりあるわけだから、なんぼでもやろうと思えばやれるし、映画でやるっていうその世界観の方がまあぴったしハマるような気もするしね。でまあそんな中、去年の12月10日に公開された、あなたの番です劇場版、これ見に行ったんだけど、なかなかね、まあ面白いというか、まあしっかり考えられてるというか、うんうんうん、だってもともとね、はい、穴番っていうのは、はい、ね、犯人が分かって、はい、でまあそれ以前に原田知世が主人公であるにもかかわらず殺されたりとかで、はい、まあそれが話題にもなったんだけど、はい、映画版どうなんのって思うよね、はいはい、で結局はね、あのドラマとはパラレルワールド、はい、ほう、だからあのマンションに2人が引っ越してきて、うんうん、あの住民会みたいなやつで、はい、交換殺人みたいな話が起きなかった、はい、としたらっていうところから始まるね、はい、ほう、はい、だから最初のあの住民会に原田知世でなく田中圭、はい、の方が出席して、はいはい、だからああいう話も起こらずにっていうこと で、うん、でそれからまあ、あの世界観の中で2年ぐらいが経って、うん、2人がしっかりと結婚式を挙げる、はい、ね、ウェディングパーティーを、はい、それもクルーズ船の上で、うんうん、でそこにマンションの住人みんなを、うん、まあ、招待してと、はい、だからある意味密室がそこで作られるわけなんだけど、はい、でそんな中、はい、殺人事件が起き、はい、それが連続となり、うん、っていうことで、はい、でもドラマを知ってるものにしてはいやいやいやと、うん、それ西野七瀬が犯人ちゃうのと思うやん、ね、うん、でドラマの中でも、はい、ね、しっかりとサイコパスっていうことが明らかになって、はい、だから原田知世を毒殺したのは西野七瀬だったっていうのも分かってる、うんうんうん、パラレルワールドって言っても、うん、同じ人物だったら、うん、そのサイコパスは抜けきってない、うん、であれば、うん、一番真犯人に近いと、はい、ね、うん、まあ見てる方は思うし、はい、でそういう描かれ方をしなければやっぱり納得いかないよね、うんうん、でそんな中一番最初に殺されたのが、はい、やっぱり、はい、管理人さんの竹中直人だからまあ、 あのコメディじゃないんだけど、はい、そのコメディ要素はやっぱりうまくわきまえてるというかね、はい、うん、そこらの脚本の練られ方っていうのはまあ面白かったんだけど、はい、で結局誰が犯人なのか、はい、次に誰が殺されるのかっていうことはまあちょっとネタバレになるんで、はい、ここでは差し控えるけど、はい、うまい持ってき方、ほう、でも犯人は西野さんじゃないってことですか、ね、ただ西野七瀬はサイコパスなんだよ、
まあそれはそうだね。それは間違いない。間違いはなく、うん、だから、うん、そのことで、はい、この事件が起こって、はい、殺人がいろいろ絡まってくる、はい、それは西野七瀬のサイコパスがゆえんっていうところなんだけど、はい、分からん。そうで、まあ言っちゃうけど、はい、西野七瀬も殺される側なのよ。あらら。ね、はい、じゃあ誰が殺したのか。誰がもう一人おったんや。あで、そのあたりも、うん、はい、まあこじつけもあるんだけど、はい、うまい設定にしてる。ほう、すごいですね。ようできてますね。ようできてる、はい、面白かった面白かった、はい、でそれから、はい、まあ新春恒例ということでいけば、はい、お笑いの方でも、はい、昨年の M1 グランプリ、はい、優勝がなんと錦鯉。錦鯉、うん、今回ね、僕決勝の3組しか見てないんですけど、うん、錦鯉とオズワルドと、うん、インディアンス、うん、3組ともね、うん、普段から見てるんですよ。それがこう新鮮味がなかったっていうのもあるんでしょうし、うん、毎年こう違った芸風のというか、うん、今までにない漫才みたいな形が出てたんですけど、うんうん、今年はあんまりそれもなかった気がして、ちょっと僕的にも物足りへん部分があったかなっていうのがありました。でただ錦鯉に関しては、うん、長谷川さんのこう、うんうん、アホそうなアホキャラが、うんうん、なんかだんだんこうアホキャラじゃなく、うん、愛されキャラになりつつある気もしてて、あ、まあそれも含めて、うん、審査だったんかなで良かったのかなと。審査員が最後泣くところも含めて審査なのかなっていうには感じたんですけど、あ、ね、はい、まあ言うてもね、50歳と40半ばのコンビ、はい、ね、はい、M1 の出場資格もあと5年ぐらいとか、はい、もともとこのコンビ錦鯉っていうのを結成してからはそんな経ってないんだけど、はい、で今のソニーミュージックアーティストっていう事務所は、うん、はい、どっちかというと芸人の墓場っていうか、うん、もう売れへんようなそういうコンビとか、はい、そうやって相方がとか、はい、いろんなコンビがこう流れ着いてくる事務所で、うん、それをまあみんな受け入れるんだって。もともとソニーミュージックがこうやってお笑い部門を作った時に、はい、まあマネージャーになった人間が、はい、とにかくみんな集めて誰も落とさなかった、はい、っていうことからスタートしてるところなんで、はいはい、だからまあそういうマネージメントのまあうまさとか寛容さっていうのもあるんかもしれへんけど、はい、それこそ年重ねてもやめずにというかしがみついてというかやってきて、で50で M1 グランプリっていうことでいけば、なかなか今売れてない芸人に対してはこう夢を与えたんじゃないかっていう。そうですね、彼のももともと吉本やったらしいですからね、うんうん、で、まあ、M1 グランプリもともとね、はい、島田紳助が始めた時には、はい、そうやって売れてない芸人にも面白いのがいるから、うんうん、スポット当てようっていうのと同時に、はい、当時は結成10年までっていう形でやってたから、はいはいはい、ね、もう売れてない、はい、でそこそこ年食ってた人間に対しては、うん、しっかりと芸人を諦めさせようと、うんうん、もう次の道に行くっていうきっかけにさせようっていうことで始めた、はい、っていうこともある中で、はい、ね、まあ50の芸人が、はいはい、脚光を浴びるっていうのも、はい、もうまさにドラマというか、はい、うん、でそれを、まあ、見た人間もね、はい、望んでるのかもということで、審査員までもらい泣きというようなことも含めてでね、うん、視聴率はね、関東では 18.5、はい、関西 28.8、 えらい違いですね。でもね、やっぱ大阪強いですね。で、まあ、去年よりもわずかに数字は落ちてるんだけど、はい、でもずっとコンスタントにこの 30% 近くを取るっていうのが、うん、やっぱり M1 の強さ、うん、すごさっていうね、うん、はい、ということで、はい、2022年、テレビドラマだけでなくね、はい、映画もお笑いも、はい、隅から隅までずずずいっと楽しみにしたいと思いますね。